こんにちは、UCC の村田美穂です。今回もゲストをお招きしてコーヒーのディープなところについてお話をしていこうと思います。今回のゲストもですね、 UCC コーヒーアカデミーの講師である今日は川口さんに来ていただきます。川口さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。川口さんはですね、ブラジルコーヒー鑑定士の資格を持つスペシャリストなんです。コーヒーもですね、農作物なのでその年の天候だったりとか病害虫の影響を受けるので毎年品質が変わったりもするわけなんですよね。この品質というところに関してはなかなか目に見えないところではあるんですけども、このコーヒー鑑定士のお仕事はその品質をちゃんとですね、チェックをするというすごく大切な役割のお仕事なんです。品質を鑑定するときには一つの基準に沿ってですね鑑定をしていくと思うんですけども、その鑑定の基準を、頭と下に刻み込んでるのが川口さんというわけなんですね。資格を取りに行ったときってなんか大変だったこととかってありますか？ブラジルの鑑定士の研修ではですね、ブラジルのサントスという町で修行します。ブラジル最大の貿易港で、コーヒーの多くはこのサントス港から出荷されています。でそこで、輸出に関わる方々と一緒に、研修を受けさせていただいて、1日に何杯もコーヒーをカッピングするので、何杯ぐらい飲みました？いや、もう数え切れないですね。200以上飲んでますね、もちろんね。やはりその現地の基準っていうのをよく理解しないといけない、今日はですね、これを知ればコーヒー通になれるコーヒー鑑定のディープなところについてお話をしていきたいと思います。こちらが、コーヒー鑑定の最初の神器になります。それぞれどのように使うのか、ではちょっとご説明していきたいと思います。まずはこちらですね。これがスクリーンと呼ばれる網目の、穴が開いています。たくさん穴が開いてますね。ありますね。側面にはですね、実は数字が書いてありまして、19、18、17と上からだんだん数字が小さくなっています。これはこのスクリーンのサイズの大きさを表しているんですね。でどのように使うかといいますと、この上にコーヒー豆を入れていきます。でこれをですね、ちょっとこう揺するんですね。揺すっていく、やってみます。コーヒー豆が揺れてます。こんな感じで大丈夫ですかね。そうしますと大きな豆は一番上のスクリーンに留まります。一番上にたくさん残ってますね。たくさん残りましたね。これがスクリーン19の豆ですね。で次が18番、もうほんと少しわずかですね。これが17、ちょっとだけです。こういうふうにしてですね、だんだん小さくなっていきますが、もうこれ結構いい豆なのでもうここまでですね。ということでこのコーヒー豆のサイズが出ます。このグラムをですね、100グラムで計量して何パーセントそのスクリーンにとどまるかということで、そのコーヒー豆の規格が分かるんですね。じゃあブラジル鑑定においてこの豆が大きいほどグレードは高くなるんですか？そうなんですね、当然コーヒーの実が大きいということでしっかり育っているということが分かりますよね。まずはこちらのチェックということですね。では次にこのブラックシートですね。ブラックシート、これ使っていきたいと思います。こういうペラペラのシートなんですけれども、こちらにですねコーヒー豆を、ザザーっと。何グラムありますか？これは今こちらで300グラムのコーヒーのお豆になります。300グラムが1サンプル、でここからですね100グラムの豆を取り除いて、その100グラムの豆を鑑定するという作業になりますので、この地点でしっかり混ぜておかないといけないですね。混ぜるんですね。このようにですねしっかり混ぜておく、でないと、その前にですね仮に別の人が鑑定していたらこの地点でもう偏った状態なんですね。こんな感じで、そしてここから100グラム取りますね。でこれをして、
じゃあこの 100g ですね、うんうん、改めてこのシートの上に並べます。なるほど。でここからですね、はい、この豆を少し広げまして、はい、この中にどのぐらい欠点豆が入っているかっていうのを目視で確認をして取り除きます。じゃあちょっとやってみますね、はい、これもここからですね手作業でですね、はい、一粒ずつですね、でゆっくりやっていますともう日が暮れますので、はい、できるだけ素早くですねこれを全てやっていくというのが、はい、まあ大変な作業になります。なるほど。たくさんのサンプルがですね、うん、こう手元に届きますので、うんうん、それをですね、短時間で処理していくというのがこの鑑定士のですね大変なところでもあります、うん、この欠けた豆とか割れた豆とか成長がちょっとしっかりしていないものとか、うん、虫食い豆とかそういったものを取り分けて数をカウントします。欠点によっても点数が違ったりするんですね。そうですね、うんうん、はい、黒い豆とか発酵豆とかその種類によってですね、うん、はい、味に影響を及ぼす具合が違いますので数によって点数が変わってきますね。点数をまあ計算しましたら等級として、うん、ブラジルのナンバー2とか、はい、ナンバー4といった形で、どこに分類するかっていうのが計算できる。なるほど。ということですね。じゃあ続いてカッピング、あ、言っちゃったじゃあ続いてこちらですね、はい、はい、こちらは何でしょう。こちらが、カッピングスプーンです、はいはい、これでコーヒーをすくって、はい、意味異臭があるかないかをチェックするということになりますので、ほ先ほどの欠点豆が含まれていますと、はい、非常にこう薬品臭のようなね、うん、嫌な匂いがしてしまったりとか、はい、あるいはちょっとこう生焼けのようなですね、はい、青っぽいなんか味がしてしまうというのがこう欠点豆の味として出てますので、はい、それがないかあるかということを確認すると、美味しいかどうかというよりかは悪いものがないかっていうのを確認するということですかね。そうですね。では早速準備をしましたので。ありがとうございます。はい、川口さんよろしくお願いします、はい、一つのサンプルのロットから通常ですと10個のカップを用意します、まあ、今日ちょっと5個ね用意させていただきましたので、はい、まずこの乾いた粉の状態ですね、ここで香りをちょっとね、はい、嗅いでいきますね。お願いします。乾いた粉の状態でも意味異臭がないかを確認してるんですね、はい、大丈夫でしたか。言えません言っちゃダメなんですかドライの香りを取ったら続いてお湯ですね、はい、お湯をさせていきます。はい、します。はい、グラスすり切れ1杯お湯を注いでいるんですね。そうですね。はい、この時のコツとかあります。粉がね全部がこう湿るように注がないといけませんので、はい、乾いたところが残らないようにですね、はい、注いでいきます。はい、この状態で湯気がこう立ち込めますのでこちらをですねこう、うんうんうん、はい、どうでしょう。言えませんごめんなさい、大丈夫です。でこれで4分待つんですね。はい、そうですね、はい、ではちょっとこのコーヒーをですね少しかき混ぜます。これブレイクと言いまして、はい、粉が表面に浮かんでいます、はい、このですね粉のガスを抜きながら全体を混ぜてあげるんですね、はい、はい、こういう感じですね、はい、はい、でこう混ぜた時にまたこの表面が、ね、湯気が出やすくなりますのでちょっとこう確認をしながらですね、はい、はい、上に浮かんでいる粉はね、はい、まあ、取り除いていきますね、はい、はい、よし、こんな感じですね、はい、なるほど、このように取っておきます、はい、じゃあちょっと行ってみましょうか、ね、はい、はい、でこれをまあ、うん、じゃあブラジル式で行っちゃいますか。ブラジル式、はい、どんなやり方なんでしょうでは行きます、はい、熱かった。はい、お願いします、うん、ブラジルはスプーンを洗わずにいっちゃうんですね。はい、もうこれでブクブクっとメモして、はい、ブッとお渡しで帰ると。なるほど。いう感じですね。なるほど。今このカップでギュッとこうしましたけど、はい、これ何でしょう、はい、ちょっと少しね、はい、青っぽい感じがしたんですね。ちょっとベルジっていう店、はい、ベルジ、あ、ベルジっていうちょっと偽熟豆が入っていてもおかしくないかなっていう感じなのでちょっと外しましたね。なるほど、はい、
欠点の一つですね。そうですね、はい、そうするとこのロットっていうのは、うん、そういう企画としては少しこう怪しいなということになるので、はい、例えば買い付ける側としてはね、うん、あ、じゃあこの豆でしたらこのぐらいの値段しか買いませんよっていう提示ができるわけですよ。なるほど、はい、そういうことで、はい、まあ、こう味覚の基準を取っていくというところですね、はい、うん、もう生豆でも大きさ見て、はい、欠点豆がないかも見て、ね、最後に味でもあるかないかを確認をしていると、はい、トータル的に鑑定をするということですね、はい、ということで今日はコーヒー鑑定についてでした。皆さんのお手元にあるコーヒーっていうのはこういう鑑定をされて品質管理されたものが届いてるわけですね。こういった基準っていうのがしっかりありますので、うん、その品質が安定したものがですね、うん、手元に届きます。これは我々消費する側からも、まあ、生産者の皆様にもですね、はい、公正に、そのコーヒー豆ですね、輸出に関わっていけると、はい、今非常に大事なことにつながってまいります、うん、はい、はい、なるほど、はい、皆さんもぜひですね、たまにはこの生産地に思いを馳せながらコーヒーを楽しんでみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。この動画が良かったという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。